あっちから行ってくれ。こんにちは、ボンです。ジンベエザメです。ママとジンベエザメです。今日は海遊館に来ました。最後まで見てね。ガーここでしょ。入り口が分からへんくて迷子になっとった。ちょっと出口ね、突撃はあかんと。出口行ってた。あっちでした。どうなんや。キュアル。面白そうだね。あ、ジンベエ様。これつけるよ。これなんなん？スタンプ。スタンプ集めんの？うん。スタンプ集めたらシールをもらえます。フラップもめっちゃ可愛い。うわ、ほんまや。これなんか誰かに似とるよ。わかった。モグライダーのともしげや。誰かな？どこいるよ。来たよ。ハムチケット。綺麗な2個目どこにあるやん。あ、すごい。水族館だけかと思ったら、うん、もう森が出てきました、うん。魚がいるんで。2個目、2個目、ゲット。どこに？おお、おお、ほんまや。うわ。これカピバラいるよ。さあ来るか。イルカさんが見ててくれてる。もう寝てんもんじゃん。うわぁ、ここいる。ちょっとこれなんかワンちゃんみたいな。顎のとこがワンちゃんにとなし、うん、あのビロビロのとこちゃん、うん、犬の、はいはいはい、優雅ですね。ママ前マンボウ食べへんかったっけ。マンボウのね、天ぷら食べました。美味しかったです。うわ、これどこにおる。うわぁ、海遊館のジンベエザメは2匹いて、オスのカイ、メスのユウです。水族館に2匹のジンベエザメがいるのは珍しく、開館当初から展示し、ジンベエザメの歴史が長い水族館です。来た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 。
これ持ってたら来てくれた。やったなぁ。ヘコシャーク。うわぁ。ハンマーヘコシャーク。すごい。かわいい。ハンマーヘコシャーク。ハンマーヘコシャーク。おしのおばちゃん、うん、おしのおばちゃん、うん、これ生子やん、オレンジおる、オレンジ小さな子めっちゃよかった。あれもう寝音やで、寝音の猫ザメやわ。めちゃめちゃ仲良さそうちゃうなあ。寝音や、寝音猫ザメです。仲良さそうに寝るもんかね。ここいる。あーなるほど、そういう意味か。美味しい、そうだよ。おいめっちゃ美味しい。冬でも食べたくなる味。また、またチンアナゴドッグで煮てきます。来た。てて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 見て食べます。これ想像以上にでかいから絶対これ一人で気軽に頼んだらあかんやつ。すごいな。いやママも大きいからちょっと分かりにくい。そうやって。おお上手。上手。いただきます。あれだよ。ダンプラディオ、あとちょっとだけ。あ、ここいる。こんな分厚いんですよ。すごいな。ここいる。
心臓に当てたら多分引かんねん。それママの心臓すごい、うん。え、めっちゃすごない？トトは？あ、トトも光ってるわ。トトフィーのやつだ。海遊館は17時から館内の照明や音楽が変わってとっても神秘的な時間を過ごすことができます。日中よりも空いていますのでお時間に余裕がある方は夕方から入館するのもいいかなと思います。ここじゃあちょっとね海遊館が終わったので前にある天保山マーケットプレイスにちょっとだけ寄ってみたいと思います。ちょっとねママが寄りたい用があるんですわ。こうちゃん、おかさな見に来て、おかさな食べんの？あ、卵。ママはね、ここがすごい思い出の場所なんですよ。ママが初めてニーアウェイデビューしたところなんです。今、ベンチになっているところがニーアウェイコーナーやって、そこでママはニーアウェイデビューしたんですよ、ここで。確かね、初めてのお客様は男の子2人の兄弟やった、うん、めちゃめちゃ嬉しかったし、めちゃめちゃ緊張した。アナザースカイ。これが私のアナザースカイ。海遊館のお土産紹介をします。じゃじゃーん、これです。かわいいよね、ポッチペンギンで、中はこれ、アメちゃん、パインアメです。あれ、パインアメって関西のやつだったっけ。あ、天王寺なんや、それ入れなあかんわ。パインアメ天王寺なんやって。じゃーん、な、お出かけにええな、うん、ちゃんとこれが引っかかっても首がギューンってならへんようにすぐ外れるようになってます。次はね、じゃじゃーん、これはね、ちょっとママが選びましたビーズクッションなんですよ。ここポチッと外れてネッククッション、そうそう、ネックピローなんで、ね、ママね、あのすごい首が悪いからこれをね前にしてこうやって仕事しようと思って、こうやってグラグラするとね、首がめっちゃ痛いしね、これで安定させてこうやって仕事する。あとね、これね、ひっくり返したら変わんねんって。ここにファスナーがあるの。出てきた。こうやってね、もう一匹ジンベエザメが出てきたらこの中に多分これ入れるねん。どんどんほら
全部入ったらもう一回ファスナーし、めっちゃかわいいやん。かわいい。背びれも尾びれもついとうわ。大人も子供も嬉しい商品になってます。ええ、めっちゃ似合ってんね。次はクッキーです。でもね、ただのクッキーちゃうんですよこれ。すごい、ジンベエザメがプリントされてます。アザラシや。これはまあペンギン。そう、この4種類が入ってました。これだけでも可愛いんですけど、これがなんで可愛いかというと、こうやってかけることができるんです。カップの縁にこのクッキーをこうやってかけることができるんです。ポポちゃんはこのジンベエザメ、ポポちゃん自分でめっちゃ可愛いな、これ。いただきまーす。じゃあ、いただくわーって。ああ、優雅な気持ちだわーって時に、もう、ここにはクッキーがあるね。おいしいってなったら、またこう食べる。で、お友達とお話しするときは、ここにかけとくの。固めの、おいしいクッキーでした。じゃあ、最後は、でん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 。サブラリー。最初は、これやね。これ。これはね、無料で配布とかではなくて、入り口の付近のお店でスタンプラリーの台を買わないとダメなんです。さすがね、有料で売ってるだけあるんです。ちゃんとしっかりしたね、作り。このストラップがめっちゃ可愛くて、海遊館オリジナルのね、ネックストラップなんです。長さ調整もここでできるので、小さなお子様もね、ここを短くしたらね、首から下げることができます。ただスタンプを押すだけじゃなくて、くちばしがあるよとか、よちよち歩くよとか、この生態系もね、ちょっと書いてくれてるので、勉強にもなります。横にね、天保山っていうね、ショッピング街もあるので、まで一日楽しめるかと思います。ぜひ、大阪に来られたら、海遊館行ってみてください。またねー。ガー。